はい、これで誰でも簡単フレンチトーストの出来上がりです。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。皆さんこんにちは。今から誰でも簡単フレンチトーストを作っていきます。材料を紹介します。バケット、バニラエッセンス、卵、牛乳、お砂糖、バター、お好みのトッピングをご用意ください。では作っていきます。はい、では作っていきます。まずバケットをつける卵液を作っていきます。卵、砂糖、まずここで卵を溶かしながらお砂糖も溶かしていきます。はい、いいですね。ここに牛乳とバニラエッセンスを数滴入れます。はい、ここでまたさっくりと卵と牛乳と混ぜていきます。はい、ではこれでいいですね。バケットをつけていきます。このバケットなんですが、もうバケットの中まで浸かれば浸かるほど本当にトロトロで美味しいフレンチトーストになりますので、バケットがしっかり液を全部吸うまでつけておいてください。ではこのまましばらく置いておきます。はい、では焼いていきます。まずフライパンを温めます。温まったフライパンにバターをひきます。またバターの香りがいいですね。はい、こうしてバターが溶けましたので、しっかりつけたバケットを焼いていきます。ここはもうちぎれやすくなってますので、ちょっと優しく、盛り付けをした時に表の方になる側をまず、ここをつくまで焼いてください。でそうすることで表面がカリッと、中はトロッと、とっても美味しいフレンチトーストになります。美味しいです。しっかり焼き色がつきましたのでひっくり返します。いいですね。で、あとは中までしっかり火を通したいので蓋をして焼いていきます。はい、では焼けたかどうか見てみます。はい、いいですね。では火を切って盛り付けていきます。わ、すごい、本当に美味しそうです。お好みのトッピングをご用意ください。まずバニラアイスを置きます。バニラアイス、ちょっと時期なのでいちごを、いちごとブルーベリーです。で、少しシロップをかけます。粉糖を散らします。で、今日はいちごのヘタも飾りに使います。はい、これでどうでしょうか。はい、これで誰でも簡単フレンチトーストの出来上がりです。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。